よろしくお願いし、お願いします。横のこの横っ腹大丈夫？肉。あ、大丈夫。こういう感じなの。はい、細身で取れるように。あ、そうなの。一応こっちがメイン。細身ってあんた細いんだからさ、なんかこのお腹がすごいんですよね。ひどい。私もひどいよ。あ、お前さんもひどいよ。おっぱい、やっぱおっぱいじゃなくてもうアンダーが95あるんだよね、ブラジャーね。すごいですね。95。ここは95ぐらいで。ってことは、あんたそんな乳でかいの？はい。アンダーってここでしたっけ？アンダーここだよ。あ、ここ、あ、下ですよね。で、トップは？トップは。もっとですね。トップこの辺じゃね？ちょっと下がってる。下ネタ OK なの？ちょっと。全然 OK なんだ。なんだ、はい、もうとりあえず、行きます。はい、お願いします。はい、ブル中野のブルチャンネル、ありがとうございます。今日はまた大先輩の大森ゆかりさんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。急いできたからもう汗びっしょり、もうこれ見て豚汁出ちゃって美味しそうでしょ。全然もうっていうかもう豚じゃないですよ。豚だよ、もう豚だよ。まだ73キロぐらいあるもんね。70超えてますか？あるよ。筋肉ですかね。どこが筋肉なんだよ。やっぱり昔から、うん、ふくよかな感じがあったんですけど、ね、でも現役の時の方が70いってましたかも。言ってたよ。言ってましたか。言ってたね。75くらいが大体いい時な感じ。いい時で、まあ、ベストだった ね。じゃあまだ2キロしか落ちてない。いや、タバコやめて太っちゃったの、はい、現役の時はもうやってましたか。あ、ちょっとやってましたよ。やっぱ、はい、あ、そうですよね、はい、で大森さんはもう本当に、うん、まあ、今初めてお酒もやられたっていうのを聞いて、はいはい、お酒もすごかったし、うん、男性も言ってましたか。え、何それ。男性も言ってましたけど。あ、言ってましたよ。そうですね、前回ジャンボ堀さんが出てくれた時に大森さんと一緒に、うん、どっかに飲みに行くとか、うん、あとお相撲さんのお部屋に飲みに行くってなって、もともとはジャンボが結婚した旦那さんはね、はいはい、私がお店を間違ったから知り合った2人なの。そうですよね。そう今回の、あ、前回そうそうそうブルチャンネルでもキューピッドだよって言ってたけど、ね、離婚しちゃったからね。余計なことしちゃったみたい、ね、ごめんね。ジャンボとてもいいきっかけがあって結婚されましたよ ね。大森さんはその時の現役の時っていうのは全然普通にお付き合いされてる方もいらっしゃったんですか。やっぱりいたかな。いたけどほら、はい、ほぼ会えないからね。あの時 ね電話をして、はい、すごい電話代かかってたよね。そうですよね。ちょっと付き合ってる人じゃない、友達にももう寂しい、つまんないから電話をホテルからして一晩に何万とかねかかってたよね。ありました。なんか、うん、ホテルの公衆電話っていうか部屋にもあったけども、うん、公衆電話でかけてる方みんなもうわーっといらっしゃいましたね。10円玉じゃ、ね、いっぱい持ってね。10円でもジャリジャリ持ってて、でやっぱり先輩がかけるからそれ待ってなきゃいけないし、はい、洗濯機もそうだけど最初に先輩だ、はい、先輩ね、はい、待ってたよね。本当ね、もう夜中とかになっちゃいますよね。そうだよね、本当ね。でもそれが楽しみだったよね。やっぱ50日の旅とかね、長かったから ね、いつももう同じ人の、ね、顔を合わせるのがね、はいはい、それしかないからね。やっぱりみんな仲いいんだけども、うん、だんだんこう地方の巡業が長くなってくると、うん、最後の方はみんなもうちょっとガチガチ喋んなくなってくるよね。でさ、ほらバスに乗って、はい、ね、乗ってればその会場って連れてってくれてたから、はいはい、バス着いた時にここ何県っていうの分かんなかったよ ね。だから地元の人にここ何県ですかって、頭悪い子だと思われ本当に思われたと思うよ。何県ですかって聞いちゃうんだもん。そうですね、一応なんかコース表みたいなのもらうけど、ね、見ないから、ね、全然見ない。あんなのとにかく何十日の旅、うん、地方巡業っていう風になって、うん、荷物を持ってバスに乗り込んだら、うん、もうあとはもうお任せみたいな感じですね。もうね、ほんとね、何だったんだろうね、あれ。でも私唯一の楽しみがあってね、はいはい、甘いもんが大好きで、はい、旅館とか、はい、まんじゅ、おまんじゅうとか出てたでしょ、はい、おまんじゅうとかね、はい、で私試合を早く終わった時に先に旅館行って、はい、まんじゅう出てたら自分の部屋の食べて他の部屋のも全部食べてたんだよ。先に帰ってもよかったんですか。そう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 、近場だったら帰ってて、はいはい、あ、まんじゅう出てんじゃんと思って、はいはいはい、これ自分の部屋にまんじゅうあるってことは他の部屋も全部あるなと思ってみんなの何十個も食べてた。まんじゅう泥棒。そうそうそう、まんじゅう泥棒。今だからいいよね。大丈夫。じゃあまんじゅうがあったってことは知らない先輩たちも、うん、同期の方たちもいたってことですね。だって最初からないんだったらないもんだと思うもんね。だからそれは完全犯罪ですよ。完全犯罪。いたずら大好き、面白いこと大好きだから。本当にそうです、まあ、プロレスもやってたんですけど、はい、みんなみたいにこうプロレスのことをここでって熱く語れないんだよね。いやいや、でも元々のきっかけっていうのはなんでプロレスになろう
ろうっていうふうに思ったんですか。私はねもうね父親が、はい、もう格闘技やらせたくてね、はい、もう、はい、もうちっちゃい時からもそうだったね、力持ちで、はい、もう中学の時にはもうね250キロぐらい背負って歩いてたの。背負って背負って歩く足腰が強くてね、はい、うん、背負うものってあったんですか。その250キロも家族、あ家族を、父親が百何十キロあったから、はい、それ弟も70キロぐらいあって、お母さんも40何キロ、はい、なんか足したらもう200何キロを、はい、3人こうね乗っかって、うわすごい。で私あのお相撲さんの、あの、はい、親方横綱にこう後見になってもらって女子プロ入ったんで、はい、よく相撲部屋も遊びに行ってたの、はい、そしたらね、はい、部屋のお相撲さん、はい、いっぺんに2人おんぶしたら相撲取りがびっくりしてた、はい、ですよね。女子でそんなお相撲取りさん、うん、みんな100キロ以上の方を、そうそうそう、2人いっぺんにね、すごい、うん、じゃあもう本当に中学とかも小学校の頃からそんなに足腰は鍛えてあって、そうだからもう柔道とかなるべくしてなったみたいな感じで、いやなるべくしてって柔道習わされたりとか、はい、私の時代っていうのは、はい、柔道なんて女の子がやってる時代じゃないわけよ、はい、なんていうのお祭りがあって、はい、相撲大会とかちびっこわんぱく相撲みたいなのあったのね、うん、あれを親が学校まで迎えに来て早引きして出さ、はい、捨てられてたの。もうすごい嫌で嫌で、でも自分もどん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 体重体大きくなって太ってって、はい、でも強かったんですね。そのわんぱく相撲でも勝つぐらい勝ってたんだけど、ね、でも女の子はそんなことやんないのよ、はい、でもすごい嫌で、私結構こう見えて恥ずかしがり屋でも、はい、なんかね、人見知りだったり、人見知り、はい、そうですよね、人見知り初めはすごく、はい、人見知り、そうそう、人見知り、黙ってると、うん、なんか怒ってんですかって絶対言われちゃう。怒ってないです、怒ってないですって言ってて、しつこく聞かれると怒ってねえよって怒っちゃうんだよでも今ちょっとだいぶ治ってきたけどね、はい、人見知りもね、はい、だけど人見知りだし、人前に出るのがあんまり得意じゃないんだよ ね、 だね、本当はね、自分でスイッチ入れてたのかな、あのどの辺にあるかな、やる気スイッチ、わかんないけどプロレスの時には、うん、もう、まあ、一応恥ずかしがり屋だったけども、うん、やっていたっていう。だけどさ、あれよく考えてみ、はい、あんな水着着て大股開いてさ、はいはい、やだよねやだなかった。なんかそのプロレスをやってる時には、うん、やらしい意味で恥ずかしいは全くなかったですね、うん、でお客さんも初めはそのやらしいと思って見てるとは思ってなかったんで、その試合と思って見てくれてるとは思ってたんで、もうその頃はほら人気があってからだね、はい、多分ね、うん、うちらのもっと上の人ってやっぱりキャバレー周りから始めてたから、やっぱりそういう目で見てたんでしょうね、多分ね、女子プロって言ったらそういう目で、そういうね、感じ、恥ずかしかった、いやっていうか恥ずかしかったっていうか、もうやっちゃっ、もう試合出ちゃったらもう何でもやってたよね、はい、最初はやっぱりでも出ちゃうと やれちゃうもんだよねやっぱりね、はい、そうですよね、うん、でその女子プロ入る時っていうのはもう、うん、まだビューティーペアさんはいなくて、ジャッキーさんがいた、はい、うん、そうですね、うん、ビューティーペアさんに憧れてとかもなく、いや別にテレビは見てたんだけれど、はい、もう父親がもうほらもう強制的みたいな、もうやれ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 言ってたんで、はいはい、私は反抗してやらないって言ってたんで、うん、もう中学卒業しても、うん、ね、目標がなく高校行くんだったら中学から行けって親に言われて、はい、それで反抗してみんなも高校行くから、はい、私も行くって言って行ったんですけど、はい、うん、行って卒業したんですか。卒業して就職も決まってたんだけど、いざうーんと思ったっきりちょっと変わったことしたいなって、うん、その頃初めて自分で思ったの、うん、高校の時に、うんうん、でうーんと思って、じゃあ就職決まったけど、じゃあ断って、うん、ちょっとやってみようかなと思って、うん、オーディションを受けさせて、個別にね、受けさせてもらって、うん、じゃあ3ヶ月間だけ面倒見てやるって、あの会長、はい、社長、松永さんにね、はい、言われて、はい、でもし3ヶ月で物にならなかったら、うん、荷物まとめて返すって言われたから、その時だけその3ヶ月っていうか頑張りました。そうね、プロデスまでは頑張ったね。でも頑張るも何ももう、うん、基礎タイムできちゃってますよね。200何キロ、200何キロ。いやでもね、私ね、ここだけの話ね、もうね、はい、力だけなの。あんまりリズム感はないし、運動神経もそんなにいい方？ブルちゃんは。いや、私は全くダメでした。どくさかったです。本当に私もダメで、はい、みんなで二重跳びとかやってるらしい。できなくて一人で残されてたんだからね。はいはい、そういうジャンプだったりとか、こう、リズム感みたいのはないけども、もうないし、力はすごい。力だけ。力だけ。いや、でも力は本当にすごかったですよね。プロテスターポポンと、うん、受かって、うん、1回目で受かりましたか。受かった。あ、じゃあもう全然3ヶ月っていうのはもうクリアして、うん、すぐにプロになったんですね。なった時って、うん、大見さんでズバ抜けて顔めっちゃくちゃ綺麗だったじゃないですか。
そんなことないよ。すごいですね。いや周りがひどいだけなんじゃないの。ブレちゃんもそう思うでしょ。はっきり言え、はっきり言いなよ。アスカとかダンプとかあれひどいじゃん。だって。いやアスカさんかっこよかったし。ちーちゃんはまだちょっと可愛かったかな。はい。キリッとしてて、はい。アスカとかこんな目離れてんだよ。いやでも思ってんでしょ。いやかっこいいと思ってました。でダンプさんは愛嬌なる可愛い感じで。言い方言い方。ユウさんはちょっとこうなんか。なんでヤンキーのボスみたいな感じでかっこいい感じでしたね。でも大森さんはもう全然ズバ抜けて、いやでも私あの時体型はデブだったんで、はい、体型は悪役だよねってよく言われたの、はい、でも顔がめちゃくちゃもうあのあの時に資生堂かなんかですか、うん、あの夏子、うん、燃えろいい女燃えろ夏子っていうその夏子の、キャンペーンで出てた、うん、後にあのデビルマンの人、デビルマンの人ですよね、うん、その方の、デビル当時、ね、そうそう、その子は私も目がつり上がってきてね、はい、どんどんもう年とともに下がってここ、はい、ほうれい線もここ全部ここマジックで今日描いてきちゃおうと思ったんだしは全部その夏子に似てるから夏子っていうあジャガーさんがね、はい、うん、足を夏子っていうぐらい本当にもう綺麗な、うん、そんでその後に新人で入ってきた子が夏子っていう子が、はい、夏子がいるから、はい、あんた夏子じゃダメとか言われた子がいてかわいそうにね本当の名前なのにね、そう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 、はい、もうデビューした時から、初めはミミさんと組まれてたんですか。そうだね最初はね、そうですよね、うんうん、もう大抜擢ですよね、うんうん、ミミ萩谷さんね、何だったんだろうね、綺麗綺麗で行く感じ、ね、いや綺麗綺麗じゃないよ、だからこう一緒のお揃いの水着をじゃあ買いに行こうって言って、はい、銀座に2人で行ったんだよね、銀座だったんですか、そうそうそう銀座にね行ったんだよ、そしたけどさサイズが違うからさ、はい、2人のさお揃いのって言われてもさで無理にさ、まあ、買ったの、はい、花柄の今も忘れもしないなんか白地にピンクの花柄かなんか、はいはいはい、何の花だったか分かんないけれど、はい、まあ、私はもうこの辺の肉はみ出ちゃうのね、はい、でミミさんはちゃんと普通に着てるわけじゃない、でもね花の大きさがねミミさんつぼみだったら私大輪みたいなさなんかなんでこのペアでもあまりにも違う なんであれ即興でね組まされたのかどうか分かんないけど、はい、なんでだったんだろうね、すごいでもあの大抜擢で、うん、でもあれって結構少しの間でしたか、1年とか2年ぐらいいたんですかね、その辺覚えてないんだね、頭打ってっから、いやでも組まれてて、うん、その後に結局はジャンボさんとのペアが一番定着しましたかね、うん、ペアとしては、うん、ですよね、うん、ダイナマイトギャルズで、うん、あの時はどうだったんですか、ミミさんも引退されちゃってたし、引退したからジャンボとなったんだっけ、だからほら、はい、なんかだから最初は本当私入った時にアスカとペアを組むはずで、なんかメキシコに、はい、なんか行くっていう話があったわけ、でもそれも全部おじゃん、はい、そんで、まあ、2人でカレンダー、うんのね、写真を撮ったりとかもペア組む方にこう、はい、行ってたんだけれど、ね、なんかなんでダメになったのか分かんないけど、はい、じゃあ話が変わってそんでミミさんと組むことになったんだよね、はい、まあなんかまあ会社の事情だと思うよ、はい、自分から選べないんだからね、うんうんうん、本当はじゃ あの秘書っていうファンクラブもあるぐらい、うんうん、あの秘書ペアだったんですね、アスカとね、でもまあね、はい、あれはあれでやっぱりちぐさと組んだからね、もうクラッシュでああいうふうに人気出て、はい、それをそうなるべくしてなったんじゃないのかなと思って、はい、うん、どうせ私たちはかませ犬だよ、よく言われた、うん、ジャンボと私そんな感じで思われたんですか、そうだよ、まあでも私たちはね、ジャンボと二人で楽しきゃいいね、うん、みたいな感じでもう能天気だった、あクラッシュの、うん、対抗してる時もかませ犬っていうふうに思ってたかもしれないけども、楽しければいいねっていう解釈はあったんですか、うんうん、でもそのまあ、クラシカバーンと上がっていく時も、うんうん、まあ、楽しいは楽しかったんですけど、楽しいっていうか、まあね、だからほら、あの人たちだけさ、なんかさ、部屋がさ、いい部屋だった時あんの、はい、あ、そうなんですか、あの地方でね、はいはいはい、そこに忍び込んで一緒に寝てたことがあるね、クーラー効いてたしねそういう感じは面白い感じで、そう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 、っていうか、あのもうやだ、なんであいつらかっていう感じじゃなかったんで、ね、あんまりね、そう、うん、同期だし、今の方がもうなんであだったんだろうって、今の方もあその時はもう何も思わなんかあのクラッシュ対、うん、ダイナマイトギャルズやる時も、うん、堀さんも大森さんも、うん、すごいガンを新調して、うんうんうん、なんか聖子ちゃんのような、そうあれね、はい、なんかこんなフリルとかね、はい、やってた、はい、でもね、はい、白と水色でジャンボが多分好きだったんだと思うよ、あのフリフリ、はいはい、いや私も別に
そんな好きっていうか、まあね、うん、なんであんなフリフリ着てたんだろうね、はい、チャコートで作ってたよね。チャコートさんですかね、うんうん、白のレースと水色のレース、ね、全部さ、そういうやつどこ行っちゃったんだろう、誰かにあげちゃってんだよね。ですよね、ファンの方ですよね、うん、きっと全くないよね、うん、ないですか、もう1個も。ないじゃあ、あの時に、うん、悔しがりさんがガーッと上がっていくのは別に何、うんうん、なんともっていうか、まあすごいな、うん、ね、でももう、うん、同期なんで余計に、堀さんはやっぱりだから、うん、あ、堀ジャンプの方があれじゃない、やっぱり後輩だしさ、うん、何クソって思ったのかな、堀さんは縁の下の力のような感じで支えたっていう風に思っていたみたいなんですけど、思っているみたいなんですけども、うん、やっぱり大森さん同期だったんで、うん、もうね、あそこまで上行っちゃったらもう届かないもんね、うん、だってね、でも実際その後に、うん、堀さんは引退されて、大森さんはもうソロでシングルチャンピオンになるわけですよね。あ、でもその前になって膝を壊していて、うん、はい、あの手術してね、ダメかななんて思ってもね、脱臼したりしてて、その時もあった、ね、あったあったあった。自分、あの大森さんがその膝を怪我した時の会場っていうか、セコンドで見てて、うん、大森さん誰かを担いだんですよ、うんうん、でぐるぐるって回ろうとした時にリングに足が引っかかって、うん、こうリングが、あの板がなんかちょっとへっこんでて、うん、足が、大森さんの足がいかなくて、うんうん、痛いって言って、うんうん、バンってその人だけ投げて、うん、それできっかけだったと思うんですけど、あ、そう、その時いました、見てました。あ、そう、あんまりちょっと覚えてないけど、覚えてないですか。もうすごいことになってました、足が、膝が。いや、ちぐさも全く同じ手術をしてね、はい、先にしてるわけじゃないね、はい、半月板取って、うん、でちぐさがね、調子いいって言うから、うん、じゃあ私もやろうって言ってて、うん、でもちぐさもみんなさ、プロレスラーって痛がりじゃん、すごく、はい、そうですね、でちぐさもこう極部麻酔っていうか、はい、まあ、嫌だから全身麻酔にしたって、怖いからって、はい、でだから私もそれを聞いてたから、はい、もう私も全身麻酔にしてもらって、はい、たんだよね、あれね。大森さん一番ひどかったって言ってましたね。そうだっけ、すごかったって、あのなんか皆さんいっぱい膝悪い方いたんだけども、うんうん、開けてみたら大森さんが一番ひどかったって、うん、そうだっけ、先生だと思います。みんな同じ先生にやられてますよね、病院同じでしたよね。でも私、でも 今は、うん、結構みんなに比べたら健康な方だと思うよ、すごくね。膝も全然大丈夫ですか。膝は、うん、はい、そんなに今は、まあ、だから体重本当に減らさなきゃね、はい、あと筋肉つけないとダメですよね。ね、本当ね、年取るとね、もうね、はい、髪の毛と歯ぐきと血管が細くなっちゃって、体がどんどん太っちゃう。困った思うんだよ、本当に。でもなんかあまり変わらずに健康そうですごく良かったです。ね、ね、これからどうなるか分かんないよ。はい、だけどね、うんうんうん、今のところは、まあ、たまに腰は痛くなるね。やっぱ、あ、やっぱそうですね、うん。でもなんか周り、私もそうですけど、ちょっと今階段、このスタジオがちょっと階段で3階までだったんですけど、うん、うわ、階段だっていうふうに思ったんですけど、大森さん結構普通に。いや、今ちょっとね、ちょっと、ね、ちょっとこけた、実はこけたんだけど。焦げたのよ。でもね、骨は強いから。よかったです。骨折はしないと。お父さんのおかげですね。うん、本当ね。ちっちゃい時から期待させてくれる、うんうん。そうだね。ね、本当そう思うよ。でもね、はい、まあ人とは違ったことができたからね、うん、もうすごくそれは、ね、今は本当にいい思い出だしね。やっぱそうですね。あの、うん、最終的にスイダベイのシングルチャンピオンになるじゃないですか。うん、その。